日記です。あってあって、あ、そうね。波の音で聞こえない、波の音で聞こえないですね。今日は8月の20日です、豊橋で、9月からやる高校生と一緒にやる赤鬼の事前ワークショップに豊橋に来てます。豊橋の海です。ムーブメントの小林です。早く映して。全く映ってない時に自己紹介をするっていう。はい、そんなわけで、あ、はい、あの今日でワークショップ3日目なんで、まあ、3日目の朝なんで、今まで2日間、はい、10時から6時の計8時間ね、高校生とゴリッとワークショップやってるんだけど、はい、まあ、個人的なことを言えば筋肉痛だなと。だなみたいなことなんですけど、ね、マリさんの朝の1時間半の地獄の筋トレから始まるんですけど、ブートキャンプ、はい、まあ高校生の成長っていうのは早いね、やっぱ ね、はい、そうですね、すごい早い、あのできてないことも多いけれど、分かるとすごい早いく伸びるみたいなのは目に見えてて、発見した瞬間の爆発がすごい、楽しいが、まあね、言ってもみたいな。じゃあ続きはマリエ、嘘でしょ。まあ、昨日ね、ちょっとこう、なんかいい爆発が見られたので、ただまあそれが、ね、すごい数爆発して、そうね、いっぱい爆発しないと間に合わないじゃないといけないなと思ったので、はい、欲しいね。まあそうじゃなくて、おっと当たりちゃった。そんなわけでね、まあこれを豊橋の高校生が見るのかわかんないけれども、ね、これを底辺にしてどんどん伸びて、立てた壮大な目標を達成してほしいなと思いますよ。はい、できますよ。あれできるね。よし、じゃあ今日もワークショップ行ってくるよ。